あげられるもんならあげたいが、1個しかねえし、ごめんな。カホだって1個欲しいはずなのに。うん、いらない、そんなの全然欲しくないから。嘘だろ。俺らにとってかけがえのない宝物だ。カホはっていうか、カホなら俺らが大事に思ってる1個を受け入れてくれると思ってたのに、まさかあんな速攻で食い荒いっていうなんて。どうしよう、楓君が落ち込んでいっちゃう。私欲しいよ、楓君。だよな。私今とんでもないことを口走った気がしますが、楓君たちに笑顔が戻ってくれたから、それでいいんですよね。多賀さん、あんたってバカなの？よく知りもしない男の部屋にのこのこ入ってきて。だって歓迎会なんてねえよ、なし。あんたいかにも箱入り娘で苦労知らなそうでムカつく。奏でなんかに惚れちゃってバカ丸だし、ビクビクして人の顔色を伺ってんのがバレバレのくせに、妙に自己主張してる。ごめんね、なしになったよ。お誕生日会ママがダメだって、だから約束はなかったことにしよう。かほちゃんちとは身分が違うから遊ばない方がいいって。あんたなんて誰も歓迎してないんだよ。テントウムシあんましでかくなかったぞ。それにトホシじゃなくてナナホシじゃん。それは悪かった。それについてはこのデコピンで許す。じゃあなんで殴ったんだよ。泣かした。こいつ俺の彼女なのに淳泣かしたから。彼女は泣かしちゃいけないし、守ってやるものだ。奏くん、それもお母さんに習ったの？うん。どうすればいいでしょうか。私のモンスターはやはりかっこよすぎるようです。